ケス・ジェリッツェンは中国系アメリカ人の小説家で元医師。本名はテリーだがロマンス小説作家を目指す時により女性的な名前にしようとテストを改めた。テレビドラマリゾーリアイルズヒロインたちの捜査戦の原作、脚本として知られている。カリフォルニア州サンディエゴで中国移民と中国系アメリカ人の料理人の間に生まれ、 ナンシー・ドリューのような物語を書いてみたいと夢見ながら育った。ジェリッツェン本人は作家志望だったが将来を心配した家族は医学の道を進めた。1975年スタンフォード大学で人類医学の学士を取得して卒業。カリフォルニア大学サンフランシスコ校でも医学の勉強を続け、1979年に博士号を取得し、 ハワイのホノルルで医師としてのキャリアをスタートさせた。産休中に雑誌ホノルルの週コンテストに応募した短編小説オンチュージングザライトクラックシードが第一席となり賞金500ドルを受け取った。母親との関係に悩む若い青年の物語で母が自殺未遂を繰り返したことなども含めた彼女自身の子供時代の出来事が描かれている。 仕事の合間に読んでいたロマンス小説にインスパイアされ、諸女作であるロマンススリラーものを上司する。2作の終作を経て、1986年にハーレクイン社が真夜中に電話が鳴っての判刑を買い、翌年に刊行される。その後、同社とハーパーペーパーバッグに8冊のロマンススリラー小説を執筆した。サイン中のジェリッツェンロマンス小説から、 医療スリラーものへと執筆ジャンルを変更し、1996年、命の収穫を上司。ロシアを旅行していた殺人家の元刑事から、モスクワ市街から、孤児の子供たちが消えていき、子供たちは、臓器提供者として海外へ連れ去られているという、まことしやかな話を、警察も信じていると聞き、そこからインスピレーションを得て、プロットを練ったという。同作は、 ジェリッツェンの著作の中で初めてハードカバーで出版された作品で、また、ニューヨークタイムズのベストセラーリストの13位にランクインした。命の収穫に続き、中間生命体、ブラッドストリム、グラビティと医療スリラーものを3作続けて上司し、いずれもベストセラーになった。2001年、殺人家の刑事ジ,ジェーン・リゾーリの初登場作品で、初の犯罪スリラー小説となる。 下界が観光される。リゾーリは、同作の中では2番手のキャラクターだが、9作ある、シリーズでは剣士官のモーラ・アイルズとコンビを組む、主人公となっている。シリーズは、リゾーリアイルズヒロインたちの操作戦として、アンジー・ハーモンとサッシャー・アレクサンダー主演で、テレビドラマ化された。近年の著作は、リゾーリアイルズシリーズが多いが、2007年には、 シリーズ外の歴史スリラーザ・ボーン・ガーデンを上司。同作は1830年代にボストンで起こった殺人事件の物語でオリバー・ウェンデル・ホームズをモデルとしたキャラクターが登場する。著作は40カ国以上で翻訳されており2500万部を売り上げている。1993年にケイト・ジャクソンとブルース・グリーンウッド主演で CBS で放送されたアドリフトでは 共同脚本家を務めたアメリカ探偵作家クラブと国際スリーラー作家協会が発行した本にエッセイを寄稿したまた自身のウェブサイトや探偵作家クラブのサイトでブログを書いている2012年にフランス人作曲家ダミアントップが発表したバイオリンソロ曲ヤコブエスラメントはジェリッツェンの著作命の収穫にインスパイアされて作曲された作品である 夫は同じく医師で、息子が二人いる。趣味は、ガーデニングやフィドルの演奏。メイン中、カムデン在住。2002年、下界で、アメリカロマンス作家クラブのリタ賞最優秀、ロマンティックサスペンス部門を受賞。2006年、僕の心臓を盗まないで、で、ネロウルフ賞を受賞。同作は、エドガー賞長編賞や、マカビティ賞長編賞にノミネートされた。 作家のジェームズ・パターソンやスティーブン・キングなどからも認められており、特にキングはマイケル・クライトンに勝るとも述べている。ありがとうございます。